梅原監督へのインタビューです。さあ最終セットまでもつれ込んだ末、見事全国の頂点に立ちました大阪北梅原芳原監督です。さあ初優勝おめでとうございます。ありがとうございます今のお気持ち聞かせてください。はい、ひとえに僕の努力のおかげだと思います。ひとえに監督の努力のおかげと言いましたけど本心は、たくさんの人たちにこうやって大阪の地元で応援してもらいまして、でなんと子供が最後まで頑張ったことがやっぱり大きな勝因だと思います。後ろで選手たちは涙を流していますが監督笑顔ですね。ええ、嬉しいですから、はい、さあそして地元で初めて優勝に輝きました。選手たちコート内で活躍していましたがどんな戦いぶりでしたか。そうですね、1セット目奪われる展開で厳しい状態だったんですけれども、まあ、ちょっと中身を入れ替えて、うまく回るようにやったのがうまくいきましたし子供が一人ずつ頑張ってくれたと思いますね、はい、相手の熊本も最後まで粘り強く戦ってきました、はい、やっぱりあの九州を代表するチームだけあって、あとでも僕らとしても参考になることがたくさんありました、はい、この大会を通じてこの選手たちの成長はどう映りましたか。そうですね、予選からずっとしんどい試合が続いてたんですけれども、日が経つことに昨日の日からやっぱり調子良くなりまして、この最終日は自信持って挑むことができました、はい、では最後に選手たちにメッセージお願いします。高く上げても落とさないでね。さあ見事優勝に輝きました大阪北梅原芳弘監督でした。本当におめでとうございます。ありがとうございました。やったー。